皆さん、こんにちは。イサオです。それでは、これ4回目ですね。結構短く区切ってやってます。トゥームレイダーの実況を始めていきたいと思います。今は、食料を探しに出かけて、鹿を倒して、弓矢をゲットして、キャンプに戻ってきました。ベースキャンプ。スキルメニューではポイントを使ってスキルを習得することができます。アニマルインスティンクト。観察力を高め、見つかりにくい動物や食料の存在も感知します。習得済み。サバイバリスト。動物の死骸や食料を回収した際に獲得できる経験値が増加します。アドバンスドサルベージ。箱や容器を入念に調べ、より多くのサルベージを回収します。と。まあ、いろいろありますね。これはサバイバー、ハンター、ステディショット。何選んだらいいのかさっぱりですが、とりあえずこのサバイバリストってのを選んでおきましょうかね。よくわかんないです。どれ選んでいいのやら。というわけで、新しいスキルを習得。サバイバリスト。ハンターアップグレード。ベースキャンプでできるのは今んとここんなもんなんですかね。こちらエンジュランス号のロス船長。船が難破し、ドラゴントライアングル内の島に足止めされている。ロス、ララ、生きてたのね。落ち着け。大丈夫か？何があった？浜辺は覚えてる。気を失って気づいたら洞窟にいて、様子のおかしい人がいた。それから死体も。そう。今どこにいる？安全なのか？すごく怖かった。全部私のせいよ。何もかも私のせい。ララ、しっかりしろ。船を捨てる前に救難信号を発信した。誰かが傍受したことを祈ろう。他の連中とも連絡が取れた。ここに集合する手はずだ。お願い、助けに来て。俺はここを離れられないんだ。ララ、お前ならできる。一緒にスノードンに登っただろ。お前はあの時言ったよな。進み続けるだけだと思えば楽だって。進み続けるだけ。俺が教えたことを思い出すんだ。お前なら大丈夫だ。無線は切るなよ。分かった。というわけで、生き残りと、連絡がつきましたね。で、どうしたらいいのか。なんか音楽が、演歌。まあ、日本だっつうことなんで、演歌というよりは、これはなんかお祭りで聞くような、ノリとかなんかかでしょうか。扉が開いています。何やら地下に続いているようですが。抜け道かも。何なの？降りる。
さて、なんだか洞窟というか防空壕の非常口の、とりあえず進んでみましょう。ああ、これ水の表現綺麗ですね。と言ってもここの水は汚いようですが、音はどんどん大きくなってます。なんか書いてあります。何でしょうこれは。妙な文字というか印ですね。あれは多分太陽を表してそうです。頭蓋骨がたくさんあります。何なのここ、まともじゃない。ノーワン？ん？なんて書いてあるのかな？ノーワン。読めない。いや、これ火つけられるんですけど、いいんでしょうか？なんか見つかっ。この能面は憎しみに満ちた女の顔を鬼として表したものね。というわけで、なんか能面ゲットですが、何に使うのやら。裏側におしろいの跡がある。この面を使ったのは身分の高い人物ね。ということです。何か道具がないと思う。これは開かないようです。火をつけます。何これ。なんか獣の肉でしょうか。うわー、これはすごい臭そうですね。肉です、獣の。お、新しい武器結構何でも拾いますね。経験値もゲットと。扉をこじ開ける、レコードがあります。こっからこの音楽が流れてるみたいですね。というわけで、さっき拾った斧で、斧を使って扉を開けました。ここも同じようにして開けます。斧自体は格闘用の武器として使えないんですかね。弓が、基本的な武器になんかなりそうな感じですが。狼出没注意。日本狼は絶滅しています。いるとしたら別の狼なのか、それともこれが作られたのが絶滅する前なのか。あれ？行き止まりですかね。あ、ここにちょうどはしごがありました。先へ進みます。人の声が聞こえます。松明の木を消しましょう。
誰か人がいるようです。焚き火が多分生き残りの誰かですね。なんかかなり普通の再会ですね。驚かせてすまない。この島では警戒するのも無理はない。君たちの仲間とも話したよ。もうすぐここへ来る。見て、手当てしてもらったの。お粗末で申し訳ない。ああ、名乗りもせず失礼。マサイアスだ。本業は教師でね。いや、警戒してます。正直こういうことはあまり慣れてないんだ。なら疲れてるでしょ。座ったら。今サムが太陽の女王の話をしてくれてね。そう、卑弥呼。もっと聞かせてくれ、興味深い。卑弥呼っていうのはね、今から何千年前日本に君臨した女王様の名前なの。生死不明の仲間と会った割にはえらい普通ですね。卑弥呼は美人で謎に満ちてて、しかも冷酷で権力を持ってた。呪いの力だって持ってたって言われてるんだから。それはちょっと怪しいと思うけど。まあ神話には事実が反映されるものだ。戦では嵐の先盛りと呼ばれる戦士たちを指揮したと言われてる。彼らはまさに風のように戦場に赴き、敵をなぎ倒した。太陽は卑弥呼の命令で毎朝昇り、日の光に照らされるものは皆卑弥呼が支配した。山も海もその向こうも。うん、そうでしたっけね。卑弥呼。マサイアス。2人ともいなくなりましたね。何？サムっていうのはさっきの女の子のことですね。おっと、サム！ララが罠に引っかかりました。狼？狼がどっかにいる。お、え、まだいんの。なんかスローモーションになってくれるんで多分仕留められると思うんですが、さあ、どうやら切り抜けたようです。これはこの感じはなんだか、会えてよかった。ああ、仲間と再会しました。ここにいたの、マサイアスっていう人も。でも私眠っちゃって気づいたら二人ともいなくて。たく若い娘がフラフラと。探さなきゃ。ロスはどうする？じゃあ二手に分かれよう。一人はララとロスのところへ向かって、他のみんなは手分けしてサムを探すよ。じゃあ俺がララと。いや、ここは私が。あんた銃は使えんの？久しぶりだが、すぐ勘を取り戻す。先に行ってて、俺たちはサムとその男を探してくる。弓じゃなくて銃が欲しいんですけど、くれないんですね。大丈夫か？なんとか。でもちょっと休んだ方がいいかも。
君はここにいたまえ。私は様子を見てくる。わかった。大丈夫そうね。サムがさらわれたんですかね。ちょっとまだわかりませんが、今回の実況はここで終わろうと思います。また次の動画でお